回は辛い腹筋やプランク、激しいスクワットは必要ありません。まずお腹周りの脂肪を取るためには有酸素運動が必要です。これに加えて夜ご飯を少し減らす、または日常的な脂質をカットしていくことで体の脂肪は減ってくるんです。だけど辛い運動続かない、30分も走れない、1万歩も歩けない、そういった方に無理なく全身運動ができる軽い有酸素運動を今回一緒にやってみましょう。まずはカニ歩きです。中腰で横に動いていきます。いきましょう。できるだけ低くヨガマットぐらいの幅でもいいです。中腰で動きましょう。お尻の横をね使っていきます。そしてずっと膝曲げてるんでね、結構太ももの筋肉使っていきますからね。余裕がある人は手を踏みながらリズムよくいきましょう。やっぱ立ってやるメニューはね、なんだかんだ痩せますよ。やっぱ運動のね消費量がすごく大きいんでね、日常的に痩せにくい人、運動不足の人、続けていきましょう。 OK。 で今度はその場でテンポよくあっあっリズム、足を横に出してウエストを、ね、ひねります。 1,2,3 っていうイメージで、こういう感じでね、まっすぐ歩くだけだったらね、やっぱり使われる筋肉限られますが、体をねしっかりウエストひねることでお腹周りすっきりしてきますからね。毎日ね、今7日間プログラムになってますから、これを日々ね繰り返していくことで確実にね脂肪が燃えていきます。 OK。 今度はその場で手を振りながら腰を振っていきます。できるだけ振って、ふいふいふい、これ結構きついんですよね。息が結構上がりますからね、まあ、これね早ければ早いほどウエストをねひねれますけど、あんま早いときついんで、まあ、マイペースでいいですよ。マイペースで体を腰をねひねってください。やっぱ動かしにくいよっていう人は筋肉がね硬い弱いっていうことがありますから、やっぱここが柔軟になるとねウエストすっきりしますからね。いいよ。あーしょっけ、おー胃に来た胃に来た。今度はね膝を外内外内外に回したら内に回す。できるだけ足をね高く上げる方が効果的です。結構腹筋使いますからねこれね。で股関節のね動きが良くなりますから、この股関節ってね下半身と上半身をつなぐ部分なんで、ここが硬いとやっぱりねこの骨盤が歪んできたりね傾いたりして、ね、お腹出てしまう姿勢が作られますから、しっかり股関節周りをね動かす鍛える必要がねやっぱありますね。よーし、OK。で、今度は手を上に上げましょう。手をね、前に出しながら、お腹を締める。ふう、ふう、こういう感じ。ふう、ふう。こういう感じ。体全体でね、なんか内輪みたいにね、仰ぐようなイメージ。この時に骨盤をね、クッと動かすといいですね。そしたら腹筋背筋キャップ使えますから、ね、これ意外にきついですよね。腰が硬い人は丸くねなりにくいですよね。腹筋が弱いと締まりにくいよねこれがね。 OK。 よっしゃ、今度はね、
左右に軽く跳んで体重移動をしましょう。ボウリングの球をね、投げるようなイメージ。これ結構下半身鍛えられるんでね、めっちゃ効きますよ。グッグッ、止まって少しね下がる感じ。グッグッ、いいよいいよ、その調子でいってみよう。グッグッ、そう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 、テンポよく低く、グッグッ、よしよっしゃ。このコツコツやることはね、本当に大事。よいしょ、あーし、オッケー、よっしゃ。で今度はね、こっから横にパンチしながら足は後ろ、斜めに手を上げながら脇腹をしっかりね使っていきますよ。グッグッグッと体をひねりながら、ここ横をねしっかり伸ばしていく。グッ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 、すごい伸びるよね、脇腹が。よいしょよいしょよいしょ、4日目、ラスト軽く小走り、その場で軽く小走り。よっしゃ、できるだけ手を振ってね、やっぱこういうね同じリズムで動く運動って結構気分転換に、ね、なるってのがいいよね、やっぱりね。こういうのってね、目をつむってもできるんで、意外とね目をつむってやったらね、こう体のね使い方っていうのが、こう、あ、ここ今筋肉使ってんだなっていうのが結構わかると思いますね。軽く目をつむってやると動きと急にね意外と意識ができますね、目をつむると。あ、ちょっと、おー、よし、オッケー。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。